通選べるのはチャンピオンベルトのことでございます。まず、今のストロングスト系のシングル、今吉田チャンピオン、ストロングスト系のパック、滝沢カジがチャンピオンでございます。このベルトを封印します。で、通選べとしてベルトを新設したいと思います。新設します。シングルにつきましては9月1日の後楽園ホール大会でシングルのチャンピオンを決めたいと思います。ありがとうございます。9月1日後楽園ホール大会です。パックにつきましては、日程等を詰めておりますので今発表はできないんですけども、追ってパックにつきましても発表したいと思います。で、もちろんこの吉田、そして滝沢梶には今のチャンピオンとしてアドバンテージを渡すつもりでございます。ただ、今のチャンピオンがそのまま 2AW の新しいチャンピオンになるかどうか、それはまだ分かりません。自分はやっぱり 2AW として新しく始めるにはベルトもやっぱプロレスでベルトを争うものだと思ってるんで、そのベルトも新しくするべきだとチャンピオンも自分も思ってたんで、この結果になってすごい良かったなと思ってます。次の 2AW でも必ず初代チャンピオンに自分になってみせますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、僕はこのタッグのベルトにとても思い入れがあって、トマトとの思い入れもいろいろあるんですけど、それは海援大道場とともに終わっていこうと思います。今までありがとう。まあ、ベルトが新しくなるにあたって、まあ、次新しくなってもタッグのベルトはもちろん滝とまで、そしてシングルのベルトも僕、カジトマトが取って三河を選びたいと思いますので、皆さん、新しいベルトお楽しみください。スレダブルのシングルのベルト、タッグのベルト、誰がチャンピオンになるか、どうぞご期待ください。千葉県の元気を、千葉のブラックの元気を
地域に日本全国世界中に千葉の部落として元気を発信していきたい。千葉密着発信型プロレス杖田ビュー、これからこの未来への可能性の塊と共に歩んでいきますので応援よろしくお願いします。この後後半戦6選手スウェーダーの未来を見せて一生懸命戦いますので最後まで応援お願いします。そしてこの挨拶の締めに皆様方とどうしても一緒に叫びたいセリフがあります。はい、はい、チーム皆さん、ご賞はいただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆さん、お気にしてください。ファイト、ファイト、チームで食べて、食べて、パンチお願いします。思いを込めてこの千葉の団体の創業者への感謝を忘れず、そして千葉の未来、スウェーデンの未来を信じ、皆さん参ります。せーの、ファイト。